とりあえず未知の島上陸ですね。いつか迷うな。このままだと。できればシェルターと水か。ここら辺を水取るやつと、あと焚き火も作りたいな。何位があるんだろう。ああ、結構いろいろありそうですね。ヘビに要注意。ああ、船が多いですね、ここ。ああ、でかいカニもいるんだ。あのカニ肉食べたいですね。今日の晩飯にしたい。どうしようかな。槍使ってみるか。この槍がどんだけ使えるか。ああ、来たな。正面から来た。嫌ですね。あ、いいですね。正々堂々戦えるかも。逃げながら。なんだこいつ。いった。マイが絶妙。いった。いった。痛い。痛いって。やっぱカニ嫌い。いった。よし、やった。痛すぎカニ。取ろう。いった。あ、また来た。カニ多すぎ。あれ、このこれはいつ拾った？持ってきた。これよいしょ。これにしたい。よし、ちょっとせこいけど。よし、やった。OK ですね。このジャイアントクラブ食べちゃいましょう。ん？まだ取れんのか。2個取れるんだった。またやっぱイノシシですよね。弓持ってくんの忘れちゃったな。あー、来たな。これでやるか。こっち来い。あ、やれそう。ここでやれる。あー、当たんない。いった。いった。いった。めちゃくちゃ痛いな。おい。やばいな。イノシシ厄介ですね。あー、いますね。あー、ヘビがいる。怖っ。そこ行けないな。とりあえず戦いたいけど体力がない。後ろから、また後ろからだとやれんのかな。なんかいけそうだな。やった。よーし、倒しましたね。イノシシゲット。でかいな。取ってこう。これでもう危険なのはヘビぐらいか。あとはレザーも取れましたね。これでかいな。これでまたいろいろ作れる。食料はもうかなりいっぱいだな。あ、焼けてる。でか肉先焼いちゃうか。ただこれもう明日には肉腐っちゃいますね。とりあえず食べていこう。もう一個このでか肉食べていくか。この二つはスモークできないかな。すごいな、バカンスに来たみたいだなこれ。ちょっと贅沢な感じになってきた。ココナッツジュース飲みながら肉食べて。太りそうだな。まだいけると思うんですけどね。大丈夫かな。これ以上はココナッツやめとこう。あとはこの水ですよね。レザーも取れたし。いいなぁ。完全宴ですね、これ。もう一個焚き火してあれするか。同時に焼いていこう。こうして。はい。うん。ああ、いいですね。宴の準備ができた。
すごい豪勢じゃないですか。ラージ肉2つにココナッツもあって、楽しそうこの生活。すぐそこなんかあるっぽいんで、それさっと見てくるか。ああクロスある。これで水のやつ作ってもいいか。ここ水の装置はどこでも必要になってくんな。ああここにもある。ああいろいろあんな。ご飯系もあった。これを見ていきましょう。で、あとあそこ、あ、ドラム缶があるじゃないですか。ドラム缶の土台一個をつけようかな。あ、ここもある。おお！望遠鏡。あー、これ欲しいな。これ置いてくるか。あー、いいですね。ほう。おー、拡大は？あんまり倍率は上がんないのかな。あ、左クリックだ。あー、いいじゃないですか。使えるこれ。これは初めてだな。とりあえず、アイテムゲット。で、その箱もゲットして、一度戻るか。いいですね。やっぱこの箱系どんどん拾いたいな。あそこの船からドラム缶もゲットするか。でそのドラム缶、新しく、イカダにつけようかな。真ん中置けるかな。貨物船みたいになってきましたね。バランスをよく見ながら。大丈夫かな。積載量、まだ乗せられると思うんですけどね。あでもかっこいい。ああ、いいな。めちゃくちゃかっこいいな、これ。ちょっと難しいな、これ。浅瀬来ると大変ですね。ひっくり返らないように出さなきゃいけないな。これで行くか。はい。うわー、ちょっと怖いな。やっぱ重量が重くなってきてるっぽいですね。とりあえずぐるっと回って、あの座礁した船の横につけましょう。船、ここでイカダ拡張するっていうのもありか。どれぐらいまで大きくできるんだろう。このホモを増やせんのかな。だとしたらいいですよね。とりあえず箱置くスペースがなくなってきちゃってるんで、それをうまく確保しないとな。ああ、波が高い。大丈夫かな。よいしょ。よいしょ。そこですね。ここまで行って、横につけて、行く感じかな。上がれるかな。そろそろ安価。ここ。だいぶ高さあるな。あ、ていうか浅瀬だったな。全然そのまま行けそうだけど上がれないですよね、これ。どうやって上がんな。あ、これで上がれんだ。重っ。まあいいや、まず中から探索していくか。フレアガンか。フレアいらないかな。ご飯ぐらいかな、欲しいな。あとはドラム缶ですね。これを、ここにまとめて、上もあんのかな。あ、上もなんかあんな。あー、木材。あー、フュールやっぱないんだな。フュールは作んなきゃダメなのか。これを、ここ。あ、いいじゃないですか。ついた、ついた。こ
これで OK かな。選手部分みたいな感じになったな。かっこいいかも。まだまだ拡張していいと思うけどな。とりあえずアンカーは上げて、またちょっとキャンプのとこ戻るか。ん？なんか引っかかってんな。あー、後ろが沈んでる。バランス悪くなっちゃったな。やばいかも。やば。めちゃくちゃバランス、前の浮力が強すぎるんだ。どうしよう。後ろをうまくやんなきゃダメだな。バランス悪くなった。最悪ですね。沈む沈む、これ違うとこつけなきゃダメだったな。ちょっと待って、アンカー。でもどうしよう、どこにつけよう。この左右につけてみるか。ここでつける？これあんま良くなかったな。いいと思ったんですけどね。あー、腐っちゃった。肉腐りましたね。あー大変。カニの肉がまだ1個残ってるんで、それ今日食べよう。やっぱ新しい島来るとサバイバルな感じになるな。はい、とりあえず出港できるようにしないといけないですね。うわー、やっぱこっち側が重くなってる。今度は箱の位置を左寄せにするか。まあなんとか浮くは浮く感じか。なのでちょっとバランスを考えて。細かな微調整必要ですね。やっぱここつかないんですよね。だから違う場所につけるしかないな。ここかな、やだな。まあでも右側もちょっとつけないとダメなんで、ここをとりあえずつけよう。なんでこれダメなんだろうな。とりあえずこれでどんぐらいのバランスになったかですね。怖い。あー、何あれ、光？飛行機雲みたいのが見えんな。まあ一応ちょっとはバランス良くなったかな。あ、まだ危ないですけどね。まあまだなんとかって感じかな。なるべく前の方に、こことかに置いとくか。ここ置きたくないですけどね、落ちそうだから。拡張は後ろの方を拡張していかなきゃダメだな。とりあえず一度荷物とか置きに戻りましょうか。もう自宅の方角がわかんないんですけど。帰るしかないな。北方向だから多分あっちの方ですね。戻るか。とりあえず方を下ろして戻ろう。やだなこの船、バランス悪すぎる。危ない。ちょっと待って、やばいかもこれ。沖出たら相当まずいですね。あの前のドラム缶外すか。もうこれは厳しすぎる。あー、やばっ。